ザ・ラジオカセッツのボーカルギター山下秀樹です。今週のヘビロテ、僕が持ってきたのは、こちらです。サム・クックという、R&B、ソウルシンガーの、ハーレムスクエアクラブという、まあ、ライブ版ですね。これは、まあ、今週というよりは、まあ、もう僕、まあ、10代の頃からもうずっと10年以上聴、き続けてるアルバムでしてまあこのサム・クックっていう人は、まあ、僕の好きな、ロックシンガーの、まあ、ルーツをたどっていくと必ずぶち当たる人なんですけど、まあウルフルズのトータスさんだったりとか、河本大翔さん、清志郎さんもすごい好きだって言ってて、僕も聞いてすごい好きになったんですけど、まず、いいのはこのジャケットですね。ジャケットのこのサム・クックの顔が僕もすごい好きで、あとマイクはすごい小さいのもなんかいいんですけど、今このジャケット新しく発売されてなんかちょっと変わっちゃったのかな。でも、このジャケットがすごい好きですね。で、内容としてはですね、まあ、サム・クックの曲、まあ、有名な曲たくさんあるんですけど、ちょっとこう、まあ、オールディーズっぽい、可愛らしい感じの曲、まあ、基本的にポップスが多いんですけど、このアルバムはそれをこう覆すぐらいとても熱い歌いっぷりをしていて、このハーレムスクエアクラブ以外にもう一つアット・ザ・コパっていうのが出てて、そのアルバムはお客さんが、白人のなんか大人の人が中心だったので、ボブ・ディランのカバーだったりとか、テンシー・ワルツだったり、なんかこう優しい感じなんですけど、これは本当にお客さんがまずすごいエキサイティングしていて、でサム・クックがもうめちゃくちゃ興奮してるんですよね。でお客さんともほぼこう喋ってるというか、MC、まあ、やり取りをすごいしてて、でお客さんだけに歌わせるっていうのもすごい聞きどころのあるアルバムだと思ってます。まあ、サム・クックね、ベストしか聞いたことないっていう方もいると思うんですけど、僕も最初そうだったんですけど、これを聞いて、サム・クックのイメージがいい意味でひっくり返りました。これからも多分ずっと聴き続けていくだろうと思うアルバムです。よかったら聴いてみてください。